クラウス・フォアマンは、ドイツのミュージシャン、画家。英語風の発音で、ブーアマンとも呼ばれる。ベルリンで生まれ、ハンブルクでデザインを学び、グラフィックデザイナー、イラストレーターとして働いていた。1960年、ビートルズのメンバーがハンブルクに巡業していた際に、恋人で、写真家のアストリット・キルヒャーを通じ、カイザー・ケラーというライブハウスで彼らと知り合う。その後、 アストリッドはメンバーのスチュアート・サトクリフの元へ走ることになるが、フォアマンは最終的には二人の交際を認めた。以後、ビートルズのメンバーとの交流を持つことになる。1961年の終わりに、サトクリフが音楽活動を辞めるのに伴い、フォアマンは彼からベースを買い取った。このベースを手に、フォアマンは彼自身としては、初めてのバンドであるアイズ、後のパディ。 クラウスギブソンを組んだのである。1966年の夏、結果として、クリーム結成のために脱退するジャック・ブルースの後を受け1969年の夏の解散まで、マンフレットマンのベーシストとして活動。その後に、ジョン・レノンと、小野洋子のプラスティックをのバンドに参加し、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターらのソロレコーディングにも参加する。また、コンサートでは、 ジョージ・ハリスンとラビッシャン・カール主催のバングラデシュコンサートに出演している。ポール・マッカートニーの代わりにフォアマンを加え、ビートルズが再結成されるとの噂も流れた。また、ルー・リードのアルバム、トランスフォーマーでもベーシストを務めている。スタジオミュージシャンとしては、カーリー・サイモンや、ハリー・ニルソン、ランディ・ニューマン、BB ・キングとも仕事をしている。この時期は一時的に、 ロサンゼルス近郊に在住していた。画家としては、1966年発表のビートルズ、リボルバーを手掛け、翌年のグラミー賞のベストデザイン賞を受賞している。また、1967年発表のビージーズファーストのジャケットデザインを手掛けたことでも知られている。他にも1977年元アップルレコードのジャッキー・ロマックスのアルバム、 Did you ever have that feeling? のジャケットイラストレーション。1996年には同じくザ・ビートルズ・アンソロジーシリーズのイラストなどを手掛ける。デザイナーとしてはマックス・リーバーマンやジョージ・グロスといった表現主義の画家からとりわけ大きな影響を受けている。1979年にはドイツに帰国し音楽プロデューサーとなった。彼の最初の成功はトリオという 当時全く無名のバンドのプロデュースだった。彼のプロデュースにより、バンドは大ヒット曲、ダーダーダーを生み出した。彼は他にも、マリウス・ミューラー・ベステンホガンや、ハインツルドルフ・クンゼといったミュージシャンと一緒に仕事を、している。2002年11月29日には、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで、コンサートフォージョージ」が開催され、フォアマンは、オールシングス・マスト・パスと、ワワの2曲に、 ベーシストとして参加した。2007年12月8日に行われたドリームパージョンでノンスーパーライブ2007に出演、ジョンと共にセッションした曲であるブリングイット・オンホームツーメでは当時と同じパートを歌い、またイマジンのベースを弾いた。2009年にポール・マッカートニーやリンゴスター、マンフレットマンといった旧友たちをゲストに迎え、初のリーダー作となるエース・シデマン。 S ジャーニーをリリースした。2014年11月5日発売のグレーのサィーンスアルバムミュージックライフのジャケットイラストを手掛ける。イラストはビートルズ、リボルバーを彷彿させるものとなっており、日本人アーティストへのジャケットを描き下ろしは、これが初となる。現在、妻のクリスティーナ、息子と娘と一緒にミュンヘン郊外のシュタルンベルクコ近辺に在住している。 ありがとうございます。